はい、ネギシコです。おはようございます。ということでね、今日はね、なんで俺が若くして経営者マインドになってお金を稼ぐってことにね執着し始めたっていうか、どうして自分で起業するっていう脳になったのかっていうことについてね話をしたいなって思うんだけども、まあこれはね一番大きな要因ってやっぱ俺幼少期にあったかなって思うの。でこの幼少期がどういうことかっていうと、俺ね本当に複雑でね、とても過酷な子供時代をね歩んできたわけなんですよ。まあそれがきっかけで早く自分の力で生きていけるようになんなきゃみたいな風に思ったんだけど、まあそれがねちっちゃい頃にどういうことがあったかっていうと、まあうちはね本庄市っていう、まあ、小さな片田舎な町に生まれたんだけど、まあ俺はもちろん一人っ子で父親と母親がいたんだけどね、まあ若かったんだよね。父親も母親も多分俺を産んだのが若くて、まあおそらくまだね遊び足りなかったんだろうね。俺の父親ってねめちゃくちゃイケメンなんよ。まあこれは俺を見てればさ、遺伝子レベル的にまあそれイケメンだよなっていうのはわかるかなとも思うんだけども、とにかくうちのお父さんは若くてイケメンだったと。まあそしたらさ、わかるじゃんか、他に女がいっぱいいたんよね多分ね。だから家に帰ってこなかったよ。まあこれはもう本当に俺が保育園ぐらいの時からかな、とにかくずっと帰ってこなかったと。まあ当時ね、それはもちろん母親も若かったからさ、自分の最愛に思ってる人が家に帰ってこなかったらさ、まあどうなるかって考えたらさ、まあこれはわかると思うんだけどね、待ちきれなかったんだろうね。で母親はね狂ったかのようにねギャンブル中毒になりました。まあギャンブル中毒っていうのは、まあパチンコね、パチンコ大好きな人になっちゃって、もう仕事はしてたので、うちって別に貧乏な家系だったかっていうと貧乏ではなかったんだよね。まあ両親とも結構普通に稼ぎはあっただと思うんだけど、でも貧乏だったの。どういうことって思うかもしれないけど、ね、まあこれは後々わかるかなと思うんだけど、まあ母親はね本当にギャンブルに狂ってしまって、夕方からね毎日パチンコに行くようになっちゃったの。そうすると友達とかとさ遊び終わって学校から家に帰ると、まあ家には誰もいなきゃで、そうすると俺一人っ子だからさ、夜ご飯のなった時にさ夕飯がないじゃんか。そうで、夕飯がないからどうしてたかっていうと、母親がパチンコやってるお店まで取りに行ってたよね、お金を。で毎日1000円もらって、近くのコンビニとかさスーパーとかで自分の分のお弁当を買って帰ってくるという。でご飯を食べるじゃん。まあ大体それがさ7時とかなわけだ。パチンコさんってまあ夜10時半ぐらいに終わるから、10時半ぐらいになるとね母親は帰ってくるんだよ家に。まあもう俺はその頃には自分の部屋にいたりするわけで、テレビとか見てたりとかね、まあ一軒家に住んでたんだけど、でそうするとね母親はさ、今度パチンコだけじゃなかったよね狂ったんが、ホストに狂ったよね。ギャンブル中毒のホスト狂いっていう二大巨頭みたいなさ、かなりパンチのある母親だったわけですよ私のお母さんは。まあ10時半にパチンコ屋から帰ってきたら、今度シャワー浴びてびっちり化粧してさ、11時半ぐらいかな、もうヒョウ柄のコートとか着てさ、で当時ねうちの母親ってね、これも遺伝子レベルで見てわかると思うんだけど綺麗だったよね。浜崎あゆみがさ当時ねツーカーっていう携帯の広告塔だったのよ。スーパーとかに貼ってるわけその広告がね。それを見て、なんでお母さんが写ってんのって俺がマジで思ったぐらい浜崎あゆみに似てたんよ。だからまあ女として行きたかったんだろうね。まあわかんなくもないんだけどさ、そんなこんなでね俺が家にいる時に俺を置いてさ、ホストクラブに消えてるわけですよ。まあだからね、つまりとにかくね小学校の頃ってね俺毎日一人だったのね。まあお父さんいないお母さんいない、まあ、ホストに行ってるっていうのも知ってたしさ、これね何がひどかったかっていうとさ、そういえばねうちで両方ともねすごいめちゃくちゃ暴力家系だったから、俺めちゃくちゃぶん殴られながらさずっと育ってきたんだけど、まあ母親ね当時ねそのホストのことをね携帯電話の登録名をね変えて登録してたわけよ。そういうのも俺もさ全部子供ながら知ってたんだけどさ、うち2階建てだったんだけど、俺1階に母親と俺が一緒にいるでしょ。そのホストから電話かかってくると必ず2階に行くんだよね。まあそれは会話聞かれちゃいけないからさ、俺も子供ながらにさそういうのって結構気になるじゃんか。だから俺も2階に行くのよ、気になってね、何喋ってんだろうと思って。そうすると俺が2階に行くと今度母親は1階に降りるよね。まあ、とにかく俺に聞かれないのに。とある日はおばあちゃん家に向かってる時だったんだけど、車で母親とおばあちゃん家に向かってて、まあ俺をねおばあちゃん家に預けようとしてね、母親がおばあちゃん家に向かってる車の中で携帯が鳴ったんよ。そしたらわざわざ止まって路駐して外に降りて離れて電話してったのよ。まあその時も俺はねうすうす気づいてるわけよ、ホストだなと気づいてるわけ。まあ気づいてはいるんだけども、電話が20分とかしてるわけよ。で長いじゃんか、俺早くおばあちゃん家行きたいしお腹空いてるしさ、超うざいじゃんか。だから俺母親にね電話が終わって車に戻ってきた時に、誰って聞いて、長いんだけどって言ったら車の中でめちゃくちゃボコボコにされたよねその時にそうそうそう、まあとにかくねそういう家だったわけよ。小さい頃っていうのはね、俺とにかくもう両方の親のことが嫌いだったの。毎日ね夜ねどういうことを想像してたかっていうと、両親が交通事故とかで亡くなるシーンとかを想像して、そうなったらいいなみたいなことを考えながらね、まあ過ごしてたっていう幼少期なわけ。だって昼間はさパチンコ行って夕方帰ってこないでしょ。で毎日コンビニの夜ご飯を食べて、で父親はもうたまにしか帰ってこない。でもたまに帰ってくるとやっぱりさ、俺には多分嫌われたくなかったんだろうね。なんかいろいろ買ってくれたりとかさ、いろんなお土産を持ってきてくれたりとかして、だからまあパパっ子はパパっ子だったんよ俺ちっちゃい頃から、まあ、あんまり悪いイメージもそんなに幼少期からなかったというかね。まあもちろん今でも仲いいし好きなんだけどもさ、で俺ってさ小学生だから朝ごはんとか学校から食べてくるでしょ。で朝ごはんとかもないわけよね家に。だから毎日炊飯ジャーに炊かれたご飯がもうカピカピになって4日とか5日間とか残ってんだけど、そのカピカピになった朝ごはんにマヨネーズと醤油
をかけて食べて学校に行くという、それにふりかけがかかってたら超贅沢なご飯みたいな家計でした、ちっちゃい頃はね。で、まあそんな生活もさ長くは続かないわけよ。それがね、ある日ね、父親にねバレたんよね、母親がその生活を送ってるってことが。でこれ今でも覚えてんだけどね、これ言っていいんかな、これなんかソファーでね、俺がね父親とこういう風に2人でテレビを見てたっけよ。そしたら父親が母親に言うの、だから携帯貸してくれって。で母親が携帯貸したんだよね。もう知ってたんだよね多分、ホストに狂ってるみたいな。気づくじゃんか、そんなバカじゃなければさ。化粧の仕方だったりとかさ、まあ噂だったりとかもね入ってきてたんだろうしね。それでホストに来たってことがバレたのよ。そしたらもうさ、うちのお父さんがさめちゃくちゃキレたんだよね。で多分それはね、何にキレたかって言ったらね、もちろん裏切られたってこととかもあったんだろうけども、てめえがギャンブルに狂ってホストに行ってる間、おめえ後期はどうしてたんだと、おめえ一人でおめえどうやってあいつは生活してたんだみたいな、てめえ母親なのに何やってんだみたいな感じでブチ切れたよね。それが小学校俺が4年生ぐらいの時の話なんだけど、やっぱり母親もさ一人でホスト行ってたわけじゃないから、ママ友みたいなのと一緒にさ、みんな狂ってたわけよ。ホストに一緒にホストに通ってたママ友みたいのが全員夜中家に呼び出されて、で俺はこうきちょっと上行ってろって言われて2階の自分の部屋に上がってたんだけど、その全員の前でどんちゃん騒ぎだったっけ。パコンパコンパーンみたいなさ、まあそれは何があったかがね、音声だけでお楽しみくださいみたいな感じだったんだけどさ、ってな感じでね。それでこうやって俺の人生もこうやって崩れていったわけよね。まあ何があったかというと、もう次の日にはね小学校行ったでしょ。で帰ってきたら離婚届がカウンターに置いてあったんよ。まあこのジェンガみたいな感じでちょうど同じタイミングで俺の人生も崩れていって、やっぱりさ小さい頃からさご飯もなかったし親も誰も家にいなかったから、もうとにかくね、なんだろう、自分でお金を稼がなきゃいけないんだと、人は誰も助けてくんないんだみたいな、自分のことは最後自分で助けなきゃいけないんだなみたいな気持ちがずっと強かった。まあ俺はねだから早い段階で中学校2年生ぐらいからかな、仕事をしてました。そうお金を稼ぐってことをやってたね。まあこれもね本当にいろんなねグレーというかブラックみたいなこととかもしたっけよ、やっぱ10代の頃はお金稼ぐためにね。まあそういうのはさまたこの後で動画で話そうかなと思うんだけど、まあそんな感じの幼少期を過ごしたわけ。まあそうするとさ、普通人って親を恨んだりとかさ憎んだりすると思うんだけども、俺はね今全然そうでもないの。正直言うとね、母親とも仲いいし父親とも仲いいのよね。どっちのことも尊敬してんのよ。まあ何が言いたいかっていうとさ、あの両親に生まれなかったら今の俺はないわけ。このバイタリティは生まれてないし、例えばねお金持ちの家に生まれたかったなって思うけど、お金持ちの家に生まれてたら俺は多分こんなに頑張れてなかったと思うから、まあよかったんだけどね。だから本当に今は全然嫌いでもないし、その家に生まれたことが嫌だったなとかとも思ってない。なんでこの話をしたのかよくわかんないんだけど、なんかこういうね昔俺本当にいろんなことがあったの人生で。そういうねいろんなしてきた犯罪とか、その幼少期のこととか、自分が失敗した時の失敗談とかを聞かせてほしいって人がなんか最近めちゃくちゃ多くて、 YouTube でなんかビジネスのこともそうなんだけど、うまくいかなかった時の話を聞かせてくださいみたいな人が多かったから、まあ今日はねこの話をしてみたんだけど、まあどうなんだろう、これ興味あるのかな、わかんないけど、もしなんかねこういう話引き続き聞きたいよとかがあったら、まあぜひねコメントとかしてくれたら嬉しいなと思います。まあこんな感じでね、今日はちっちゃい頃の話をしてみました。世の中には俺よりもっとさ過酷な幼少期を過ごした人たちもたくさんいるだろうからね、まあ諦めないでその今生まれた環境にね感謝をしたらいいと思います。ということでね、今日はこんな感じでジェンガも終わったんで終わりにしたいと思いますが、チャンネル登録と高評価と SNS のフォローだけよろしくお願いします。ということで終わりにしたいと思います。バイバイ。ジェンガが気になってしまわなかったけど、そこ行くんだみたいなね。しかも意外とすごくなかった俺、ね、うまくなかった、うん、ジェンガ、ジェンガ、うん、ジェンガね、結構早めに崩れてたら結構あれだったし。